あのサププライズプレゼントってああるじゃないですすかありますね、はい、あの特にあのデート中とかにサプライズプレゼントするみたいな、うん、誕生日とかそう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 なんですよ誕生日とかクリスマスとか、うん、それ大体そのビッグイベントな時にサプライズプレゼントをするっていう人多いじゃないですかおお、うん。まあそうじゃない僕はねそれねどうかなと思うんですよちょっとサプライズのあり方にそうですね意義を唱えていく感じですかビッグイベントの時だけサプライズをするんじゃなくて僕は小さなサプライズを小出しにしていった方がいいと。 そうあのデート中別に付き合ってなくてもの普段のデート中にね別に普段からするあうそ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 っちのほうがやっぱり相手に楽しんでもらえるというかサプライズっていやそうなんですよ大変じゃないだって準備がサプライズの大丈夫です大丈夫ですちっちゃいサプライズちっちゃいサプライズなんで準備いらずのサプライズなんですよ例えば女の子がねじゃあガム食べるとかフリスク食べるとか言ってきたらどうするいらないって言うけどだめだよ いやそういう口になってない時もあるからそれは付き合ってる中でしか成立しないでしょ付き合ってないとしたらあ付き合ってなくてもいらないもんはいらないとダメだよそれ一応じゃあもらってもらうせいでなんていうありがとうああはいはいはいちょっとよくないですねそれはよくないよくないですねそれはよくないですよくどうねあの小さなサプライズじゃあちょっと聞いてみてあわかりました押田君ガム食べるあ食べる食べるはいこういうことですねはい これでね、い,いやいやこれでいや相手はやっぱりちょっと驚くじゃないですかえみたいなああ急にこうなんかこう接近してきたなみたいなあしかもちょっと楽しいっていう <laughs> あいや俺たまたまやっ <laughs> そういや女の子も入れるの楽しいっていう <laughs> 女の子も投げるんだそうそうそう,そう,そう口にこう直接は入れてくんないんだ、ね、まあまあまあ、まあ、楽しんでもらえるいう、はい、でそういうサプライズとかをしてもらうのもありだしと、うん、あしてするのもありだしと、うん、でそういうことをやっていくとですね女の子に普段楽しんでもらえるってだけではなくてはい、はい、実はですね自分がこう大きな失敗をした時にあの意外とその普段サプライズをやってたことに助けてもらえるっていう。 そそそううううい積み重ねがああるかそうなんんでですすうう副産物もあるんですあのね僕ね、うん、あのデート中よくそのうんちするんですけど、うんあのー、トイレに行ってねそういうタイプの <laughs> そうそうそうプうそう,う,の人そうたまたま出ちゃうん、まあまあ、ですよトイレに行ってでまあ服じゃないですか、うん、でそしたらその時にあの後ろのズボンの中に、うん、トイレットペーパーがこうズボンがあったとしたらこう入り込んじゃって。 僕、あの、トイレからトイレットペーパー引き連れてそのテーブルに戻っていっちゃったことあるんですよロールからこうつけないままそうエヴァンゲリオン初号機みたいなケーブルで繋がれてるみたいなずっとトイレに来たことあるのそう、で俺気づかずにとんでもないトイレに戻ったじゃん、くテーブルに戻ってったらいや何つけてんのみたいな「えトイレットペーパー伸びてるけどウケる!」って言われたんですよ これ普段からサプライズやってなかったらそうならなかったはずなんですねこれ、はい、これもサプライズだと思われていたと <laughs> ああだからボケみたいなことをやってるとそういうミスがあったときにそれも受け狙いでやってますよというふうに思われるそう,そう思われるかな思われる思われる思われますあでもその時はこう初号機みたいにケーブルにつながれたトイレットペーパーで押した登場したけど <laughs> そうそれは受けて受けて<か>で、そのトイレットペーパーピッて切って手刀で。 ピッて切って、いや、ケツにずっとついてる。<laughs> で、まあ、ドッカーっと、盛り上がったと。はい。こういう話ですね、はい。初めての下ネタでしたね。<laughs> <laughs>